2024年4月の星空情報です。夕方、明るく目を引いてきた木星もかなり低くなりました。10日にはとても細い月が近くに現れます。11日には木星の上に移動した三日月がスバルに近づきます。空が澄んでいたら木星より低いところに双眼鏡やカメラを向けてみましょう。ぼんやりとシミのような光が見えるかもしれません。明るさを増しているポン・ブルックス彗星。日本からは4月中旬まで観察できます。北東の空には春を告げる北斗七星が昇っています。希釈の柄の端から2番目の星は有名な二重星です。4月の月の暦です。24日に満月を迎えます。